新州高田派。新州高田派は、三重県辻の千秋寺を本山とする、浄土新州の一派。新蘭の門弟、新仏、秋ノが率いる、下屋国高田、現在の栃木県も岡市高田の千秋寺を中心と、する、高田門とのれを組む。末時数、約640字。上元元年、1205年に、後鳥羽上皇によって法然とその門下が行っていた。 先週年物は停止され、新乱は越後国に配慮された上元の法難。上元五年1 2 1一年、新乱は斜面されると信濃国の善光寺に参り、その足で北立国に赴いてその地で布教活動を行った。やがて新乱は北立国の稲田の草案を拠点とし、現任元年1224年4月15日、 浄土真宗の教義の骨格とも言える、県浄土真実教行賞文類、教行真賞の総工本を完成させた。このため、今日浄土真宗ではこの日をもって、立教改装の年としている。そして翌、下六元年、1225年に診断は、高田の本寺を建立せよ、ついで、死の願い満足す。速やかに善光寺に来るべし、我が無苦を分かちて、 何時に与えるなりとの如来の無国があり、弟子二人と善光寺に赴いた。そして、善光寺からその本尊である、和光三尊仏の写しをもらい受けると、毛家城主大内氏の懇願により建てられた、下屋国高田の寺院に安置した。これが、本寺高田千秋寺と、高田門と、新州高田派の起源である。そして現在も、この和光三尊仏は、本寺千秋寺の本尊である。 翌、カ二年、2年、1226年、朝廷から、高田の寺院に、先週阿弥陀寺の名と直眼寺に指定するとの臨時を、頂戴し、寺の名称を先週寺に改めた。これにより、新蘭の教系活動は、湯行から先週寺中心に変わり、混流後、約七年間この寺で過ごしたとされている。新蘭が京都に帰ってからは、高田門との中心人物であった、 新蘭の皇帝神物が、先修寺の第二世となり、引き続き、高田門徒を率いて、布教活動などを行い、その死後は、第三世や木則が、高田先修寺を継承した。秋則は、三河国で布教して、延前を弟子とし、やがてそこで、和田門徒が構成されていった。延教二年、1三百九年、新蘭の病所である京都の大谷平等の留守職を、 めぐって角女とおじのただぜんが争い、敗訴したただぜんが平等を破壊して、鎌倉に逃亡する事件が起きた。そのため、この後の大谷平等の復興は秋典が中心となって行われた。しかし、第四世、千空以後は、大谷平等を大谷本願寺として人員化し、独自路線を取り始めた角女と本願寺に対し次第に距離を置きした。干渉五年。 1464年、第10世となった前は高田派中高の祖とされる。前は不況と仏寺に、野仏と、野下さを使用して、関東地方だけでなく、東海地方、北陸地方にまで強戦を広げていき門徒を増やしていった。この頃の高田派は、浄土新州内でも仏三寺派に次ぐ、第2の勢力を誇っていた。前は特に、越前国や加賀国で、 積極的に布教を行っていたが、当時ここには高田派の流れを組む三門との勢力が強かった。三門ととは、秋のりの弟子の縁前が和田門とを率いて越前国で布教を行い、そこで序道を弟子とし、その序道が中心となって出来上がった序道教団のことである。その後に、仙、寺寺、後に、新州三門と派本山、聖寺寺、後に、 新州聖テル寺派本山、正城寺、後に、新州山本派本山の三山が中心となって、行ったのでそう呼ばれる。が、それら三門徒から高田派に、また次州からも、修士を変える者も,も出始めた高田派はますます勢いを増していった。だが、せっかく増えていった門徒や松寺であったが、前の友人であり、本願寺派、第八世でもあった、蓮魚の布教活動により、 天台州の奨励院末寺となって推備していた本願寺の威勢が上がり、本願寺派に転属してしまう門徒や末寺が現れ出した。翌干渉六年、1465年になると、天台州の延暦寺は、正月早々に以前から対立していた連名を、物的都市、延暦寺斎藤の首都が一斉に大屋本願寺を襲って破却し、三月に、 再び本願寺を発客した干渉の法難。そんな中、延暦寺は高田派と本願寺派との違いがあまり理解できなかったのか、高田派を本願寺派と同一視して敵視してきた。そのために7月になって、前は叡山に登り、先週寺門流、高田派は麦古流、本願寺派とは全く別であることを陳述した。 さらに事伝によると、その理解を得ようと7日間にわたって、新蘭の教えである浄土真宗の教義を講義したところ、比叡山中の僧侶が感動し、前は新蘭聖人の再来ではないのかとの噂まで出出した。こうして、高田派こそ浄土真宗の政党だと認められ、自覚大師が一党三礼で掘り上げた、阿弥陀如来立像を延暦寺から譲られたとする、証拠如来演義。 以来、現在もこの、証拠の如来と呼ばれている、阿弥陀如来像が一神殿本山千秋寺の本尊である。しかしこの後、遠略寺の異性には勝てず、千秋寺も遠略寺等々の末寺となってしまう。また同年、伊勢国の門徒の混成によって、伊勢一神殿に無料寺院を混流し、西国での重要拠点とし、そして本願寺が高田派の末寺と門徒を引き抜いた件で、 連与に抗議し、本願寺派との関係を断った。文明五年、1473年、加賀で死子の徳か氏が、家徳争いを起こした際、高田派は、徳かし高知与につき、本願寺派は、徳かし正近について合戦が行われたが、翌文明六年、1474年、本願寺派の一騎、一向一騎と結んだ正地が勝利し、幸い一夜は、 加賀から追放されて高田派は、筆足を余儀なくされた。さらにこの時期、蓮女が越前に、吉崎五房を混流して、本格的に、越前、加賀を不協定いたために高田派や三門との末寺、門との多くが本願寺派に終士替えを行っていったこともあり、高田派の勢いは衰えていった。だがそれでも、文明十年、1478年3月に、高田千秋寺を、 皇室の祈願書とするとのご土御門天皇の臨時が、下府され、前は、小人号も直居される。長京元年、1487年10月には、北京だった前に法院が除された。長京2年、1488年6月、加賀で、本願寺派が一行一騎を起こして、守護の徳島幸家と合戦を行った、加賀一行一騎。 この時に高田派は今度は正近に味方して、再び本願寺門徒と戦うが正近は、敗れて高城で自害し、本願寺派が加賀を占領した。そのため本願寺派に転襲する者も続出し、やむなく多くの高田門徒は、加賀から出て行ってしまった。そしてこの時、正近の妻が我が子を連れて、加賀を逃れて、前の下に身を寄せて、やがて前の内室となった。この連れ子こそ、 後の王まである。永正三年、1506年7月、加賀の本願寺門徒が越前へ攻め入れ込んできたため、高田門徒や三門徒は朝倉忠氏けに味方した。そしてく流り川の戦いで朝倉軍が勝ち、本願寺派の有力寺院である和田本学寺と藤島長生寺は越前から追放されて加賀に逃れた。越前では本願寺派は近況となり、 残された、本願寺派の門徒は、大半が高田派に終始替えを行ったので、高派は越前での勢いを取り戻した。永正七年、1510年6月、長らく伊勢にいる前であるが、一応未だに高田派本山である、下助高田泉修寺の十字職を大間に譲ろうとした。高田泉修寺の十字は高田派の星を意味している。が、大間がこれを辞退したため、 時は意味明け出身で、五柏原天皇の勇士であった町を養子とし、町に跡を継がそうとした。そして、栄翔九年、1512年10月に、第十世の前が亡くなると、翌11月、五柏原天皇は町に対して、高田千秋寺の十字職を承認した。しかし、町が千秋寺の十字を相続したことに反発し、それを認めない僧たちが続出し、 彼らは町に対抗するために、王臣を擁立し、ここに王臣と町との間で相続争いが発生した。翌年の永正十年、1513年2月、王間派の反撃によって天皇は逆に、王臣に対して先秋寺門流の政党を承認する、臨時を出した。だが町派の反撃は早かった。12月に、天皇は一転して王前の臨時を、 木橋再び町の高田先週自重辞職を承認した。また町に松田医師医を着手参大して放送延長を祈ることをも命じた。町は五ヶ島原天皇の勇士でもあったので有利な立場だったのは当然とも言える。町は三河の桑子名願寺、菅尾万世寺などの有力寺院の支援を受け、ますます大間との対決姿勢を強めていった。しかし、 大間派の巻き返しもあってなんとか、永正17年、1520年9月、室町幕府は、王臣の高田千秋寺十字職を承認。翌永正18年、1521年6月には、天皇も王臣に対して千秋寺下付流の相続を承認た。そして、翌大英2年、1522年。 この頃一心で先週寺とも言うようになってきた一心棚司領事院を王馬が継ぐ代わりに王神は町の不邸となることとなった。これによりようやく町と王神は和解し王馬が第十一世となって相続争いはひとまず決着した。町は三河の桑子名岩寺、菅尾万世寺のほか越前四家寺と呼ばれる王の仙、西寺、風尾勝近寺、 松木仙、三寺、兵庫最高寺などの大坊主たちを味方につけていたが、対して王信は伊勢の小坊主たちが主な味方であった。これにより伊勢での立場は優位であったが、高田派全体として見れば王信の立場は未だ優位ではなかった。その4年後の大英6年、1526年、本山であった下助高田泉修寺は陛下のために消失した。 協力四年、1531年の大正一期の乱の際には高田派は、朝倉氏や三門と、さらに本願寺に派門された、合衆参加寺、長谷松岡寺、山田光教寺、若松本仙寺の小一期と結び、和田本学寺、藤島長生寺などの本願寺派、第一期と対立した。天文六年、1537年5月、王神が、 養子の行営譲り状を書いて亡くなった。これにより高田派、第十二世は、行営が継いだのであるが、天文八年、1539年6月に、あろうことか幕府は町に対して、一心となし樹院十字職を承認してしまった。これによりまたしても、町との相続争いが再燃してしまった。天文十二年、1543年3月には、 幕府は再び町に一新棚市領主院の十字職を承認し、共演の立場は余計に悪くなった。しかし町に反抗する僧たちは依然として多く、町は一新棚市領主院に入れなかった。永禄元年五百五十八年九月、大木町天皇が共演に対し、高田千秋寺十字職を承認すると、町は同年に越全国に移動し、境軍、 熊坂村に熊坂千秋寺を建てて、ここを本寺として、京へに対抗していく。A63 年、1560年2月には高王神に、建宗城を追造し、京へをも、建宗城に承認させて、京への優位が確定したかに見えた。だが、朝廷は、京へに、高田千秋寺十字職を認めたと同時に、町にも、高田千秋寺持ち職を認め、 両者の争いは全くやむことがなかった。4月になると本願寺が、先週時に、剣奏上の極寒を返上するよう幕府へ、訴えるという事件が起きた。高田派と本願寺派の中の悪さはここに極まった感がある。が、結局この訴えは、本願寺が敗訴して終わった。この頃に、伊勢一神殿の無料受印を正式に本山とし、こちらも、 正式に一神殿千修寺と名乗るようになった。やがてケ屋国高田千修寺を、本寺千修寺、伊勢国一神殿千修寺を、本山千修寺と呼ぶようになっていく。だが、a 六四年、1561年、a 六五年、1562年と続けて、将軍、足利義輝は町に、高田千修寺十字職を認め、熊坂千修寺はなお一定の勢力を保っていた。 A66 年1563年、三河国で一向一揆が発生した三河一向一揆が町派の寺院である桑子名岩寺、菅尾万世寺はすかさず、徳川家康について本願寺派の三河三家寺、本省寺、上宮寺、正満寺と対立したが、翌年徳川方が勝利した。以降三河では、天正十一年1583年まで本願寺派は、 近況とされた。なお、名願寺は家康をかくまって助けたことにより、源の一時を与えら、明元寺と解消した。A60 年、1567年、越前の朝倉氏は、本願寺とは牧した。これによって、越前国内で、本願寺派の不況が許されるようになると、我がに逃れていた、本願寺派の和田本学寺と、藤島長商寺が越前に復帰し、 高田派に転属していた門徒たちもそのほとんどが、本願寺派に復帰して高田派は大打撃を受けた。その上、元気2年、1571年6月には、朝倉義景の娘と本願寺、第11世、賢女の故郷女とが婚約し、朝倉氏と本願寺は、対、織田信長で提携して、ますます強固に結びついていったため高田派は二敗に、別れて争っている場合などではなかった。 天正元年、1573年8月、朝倉義景は、とね坂の戦いで、信長に大敗北を喫して、越前国王の軍に逃れてきたが、小田方に交往したいとこの朝倉系鏡によって、自害させられて越前は、信長の領土となった。翌天正2年、1574年、1月に、富田長繁が、土一家を引き起こしたが、それが2月には、 本願寺の七里より地下を対象とする一向一揆、越前一向一揆に進展し、長重を攻撃し始めたので、高田派は中立の立場を取ったが三門とは長重に味方した。が、長重は内死にして越前は本願寺派が支配することとなったので、高田派は筆足を余儀なくされた。そして、越前の支配者として本願寺は傍観の下妻よりてるを派遣してきたが、 ちょうどその頃に一向一揆は三門との寺や、平泉寺、朝倉景景京を攻め滅ぼし、永平寺にも焼き討ちを行った。二杯に分裂して衰退していた高田派は、特に一向一揆に対して逆らわなかったので何とか、生き延びることができたのであった。しかし、7月には、小田方の橋場秀吉や、菅谷長寄から高田派や朝倉景兼、堀江景忠に向けて、 小田軍が攻め込んだ時は味方をするようにとの書状が送られてきており、小田方から反本願寺という立場を期待されてもいたのである。この同じ七月には、下妻頼りてるや七里頼地のやり方に反発した一騎衆が頼りてるに攻め滅ぼされるなどしたため反発は拡大して、各所で下妻七里に対する一向一騎が発生し、一期内一期越前国内の混乱は、 収集がつかなくなっていった。天正三年1575年8月、織田軍が越前に再び攻め寄せると、すでに弱体化していた一気軍は各所で崩壊し、信長は越前を平定した。一気軍の指導者であった七里頼近は、なんとか加賀に撤退できたが、下妻頼照は逃げ遅れて潜伏する羽目になった。 しかし、10月になって海から加賀に脱出しようとして三国港を目指していたとこ、堺軍下付村の高田派人黒目商明寺の門徒に見つけられ、首をはねられた。他にも本願寺派の門徒が3から4万人ほど処刑される中、高田派の苦境はひとまず去った。それでも、本願寺派の門徒で未だに揉めている最中の高田派へ収支替えをする者はごく少数であった。 そして11月、一神殿専修時に念願であった純門関号が直居された。第13世、行進の代となった、天正10年、1582年5月には、全保守行へが、僧侶から大僧侶に昇進した。高田派では、初めての大僧侶への就任である。天正13年、1585年7月。 熊坂千秋寺十字の町が亡くなり後を、この真空が継いだが、真空も、翌天正十四年、千五百八十六年五月に、亡くなって熊坂千秋寺は廃絶した。だが、高田千秋寺から来た者が後目を継いでエリンソンに、畑中千秋寺として再興させた。この間、行進は町派の越前四家寺の切り崩し工作なども、行ったが、うまくいかなかった。 本寺争いは依然として終わっていないのである。高田派は、江戸時代に入ると、西の本願寺派と東の大谷派に分裂した本願寺に次いで、浄土新宗内で、松寺数、門徒数が多い宗派としてその宝刀を守った。新蘭の皇帝である、新仏以来の高田派であるため、新州の宝刀集団、宝脈の教団とも言われている。高田派は、 伊勢国一神殿千秋寺を本山千秋寺として確立させたが、以前の本山であり、戦火によって荒廃していた下屋国高田千秋寺をも、本寺千秋寺としてそのらんの復興に努めた。一方で、畠中千秋寺はというと、真野の出島京が福井藩、ついで江戸幕府に畠中千秋寺の政党を訴えていたが、寛永十一年、六百三十四年、 敗訴した。これによって、越前四火事の内尾の線、西寺を除く風尾が勝津ら寺、松木線、三寺、兵庫西三寺は、一神殿千秋寺に転属した者の,の門徒には、意地があり、一人も一神殿千秋寺に終始替えをせず、最終的に大谷派や,や浄土宗に流れていき、畑中千秋寺は廃絶した。それでも、正則の古線誉れが、 宮方法制寺として復興させて高田派から独立を図ると一神殿千秋寺はこれを幕府に訴えた。その結果、漢文三年1663年3月に宮方法制寺は破却されることとなり、正則、千穂氏は、国大大国公藩に入るされた。ここに、ようやく一神殿千秋寺とかつての熊坂、千秋寺との本寺争いは終わったのである。 繁栄21年1644年10月、第十五世行長は引退していた全保守行衆が大僧常に認じられた五霊根性を幕府に行うために江戸に向かった。だが幕府は事前審査を受けていなかったことなどを理由に行長を激しく叱責した。こうして行長と幕府が揉めている最中の翌正法2年1645年1月、 一心殿先州寺で大火が発生し、全山全焼してしまった。大僧城就任問題の件は、妻、高松院の兄である、津藩、首藤道光寺の取りなしで和解が図られた。が、幕府は和解の条件として、先州寺の地方である、新蘭聖人の親戚を、将軍、徳川家光へ献上せよとの難題を、ひさげしてきたのであった。 結局、行長は拒否の姿勢を身をもって示すため、昇法三年、1646年8月22日、江戸のただ念寺で自害して果てた。これには、幕府も大慌てし、問題をすべて不問に付するしかなかった。消失した、千秋寺であるが、三陰堂は、行長の父である全保守で、第十四世であった、行州の奮闘や、万事元年、1658年に、 東道氏から新たにこれまでの境内地の西側に土地を寄進されたこともあって、漢文園1666年に着工、遠方七年1679年に完成した。なおこの復興の時である行衆は、この際お堂の向きを西本願寺、東本願寺、仏、三津寺、高尚寺のように浄土教の考えでもって当面させて建てうと考えた。ところが、 モントラはこれまで通りの伝統的なやり方である、南面させて建てる形にするようにと主張した。その理由としては、東からの伊勢湾の風が強かったこと、境内地が東西の横長に広がっていたこと、南側に幹線道路があることなどであった。結局は、藩、首都道工事の仲裁もあって、モントの意見が通り南面して建てられることとなった。しかし、如来道は遅れて、 第十七世、窓かゆうの代である教皇六年、1721年に着工、さらに27年かかって、関延元年、1748年にようやく完成し、自覚大師に由来を持つ阿弥陀如来像、証拠の如来が安置されたのであった。この間、下屋国高田千秋寺の如来堂も、元禄十四年、1 7百1年に、やっと再建され、 親蘭に由来を持つ数光三尊仏が再び安置された。高田派の言行は朝は正信家、夕方は分類家を度胸する。新州十派のうちで毎日の言行に分類家を使用するのは高田派だけの特徴である。そして第十四世、行州が親蘭や高田派歴代の商人の書状を編纂した五章を必ず最後に拝読する。 新州高田派泉州寺及びその末寺では他の新州教団と異なり、単二章を聖典として用いていない、否定しているわけではないことに注意。これは、泉州寺には、新乱聖人の新筆文書が多数伝来しており、弟子の聞き書きである、単二章をあえて用いる、必要性が薄い、との考えによるものである。なお、 先週時は現存している親鸞の新筆文書の4割強を収蔵しており、これは東西本願寺より多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。